今回 YouTube っていう企画をやることになって、やっぱりこう自分の素を晒すことだったり、自分のちょっとダサいところも見せていくっていう、結構覚悟のいることだと思うんですよ。今回参加してくれてると本当に感謝しております。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ジェイケンです。年齢は18歳でまだ高校卒業手前の時期です。はい。身長は185センチで、特技はスポーツ全般いろんなことやってたので、運動神経がいいっていうのは売りにできるかなと思ってます。モデル歴はまだ今年からって感じで。うちに入ったきっかけは、カミユさんとたまたま作撮り、こうカメラマンの人に誘われて行ったら現場に、お兄ちゃんがいて、その時にちょっとカミル君とも喋ったりして、まあ、もし興味あるならバッグ着なよみたいな、兄弟もいるし、レオがお兄ちゃんで、あ、そうです、うん、レオがいるので、お兄ちゃんの背中を追ってやろうかなっていうのを決断して入りました。フランスのハーフですね。フランスのハーフです。英語は、英語は多少喋れます。Okay. I'm Jay Ken. My dad is from France. My mom is from Kagoshima. I've grown up in Tokyo. How can you communicate with your parents? Because your father is a French, so he can speak English, yeah, or English? My dad is English teacher in university. He speaks English at home. Jay Ken は海外でもやりたい。海外でもやりたいです。Vogue 結構世界観みたいなのが好きで、出たいなと思っていて、18歳で一番若いのかな、この中で。レオ以外に目標にしてるのはカミル。僕のもう個人的な好きな先輩って感じで、やっぱアンドリューさんが僕、うん、結構 YouTube とか見てて好きなのでどの辺に憧れる。いや、もう本当に面白い人僕大好きで、人間的なところで好みなタイプの。モデルとしてではなく、そこはそのさっきのテンちゃんの質問ですけど、その最近感動したことは、夏休みに自転車で30、40キロくらい離れたところに家から自転車で行ってラーメンを食べに行ったんですけど、一人でそこで食べたラーメンが本当に美味しくて、こんなうまい食べ物あるのかみたいな。でそれはさ、自転車で何十キロ走るのが目的だった、それともラーメンを食べるのが目的だった。ラーメンを食べるのが目的。すごいね家の近所じゃダメだったんだね。そこのラーメン屋っていうのがあって、そこに行きたいっていうのがあったんで、なんか目的を設定した時にものすごくそこに突っ走る持久力とあれはありそうですよね。絶対せんね。一個いいですか。It's a private question. So, what do you think about half in the Japanese society? So, if we're not comfortable or if you don't want to answer, I don't mind. It's okay. But in elementary school, I was kind of worried. I was bigger than older guys, and I was so outstanding in school. So everyone said like, "Oh, Gaijin, where like go somewhere?" Or, I don't know, but it was so hard experience for me. But when I grew up, everyone else changed and they accept me as a half. It's like I feel so special, and like, you know, only one is, how is it? した気持ちになって、でそこからやっぱ周りの見る目も変わってきたので、それを武器にしたいと思ってやってきました。
杉浦洋司です、21歳です。身長は181センチで、出身が新潟です。よろしくお願いします。モデル歴は今年の1月、年始にバーベンスタイルさんに契約させていただいたんですけど、本当にもうそれが初めてで。モデルになった、きっかけは、きっかけは高校生の時からもうずっとメンズノンノさんの雑誌をずっと読ませていただいてて、今大学3年生で就活も始まってとなった時に、自分一番やりたいことが何だろうってなった時に、やっぱ自分モデルやりたいってなって。なんでうちにだったんですか？YouTube やってまして、配信をやってたんですよ。そしたら大久保祐希さんっていう、今 B 東京に入られてる方がたまたま入ってきてくださって、コンタクト取って、そしたら快くご飯連れてってくださって、でその場でマネージャーさんに連絡してくださって、で面接していただいてって形です。自分の武器はモデルをやる上で、本当この間見つけたんです。お友達に聞いたんですよ。自分じゃちょっと見つけられなくて、やっぱ客観的に見てるのを、意見を聞きたくて、そしたら何人かグループ友達いるときに、お前が一人だとバカなゴムって言ってくれて、友達と遊ぶときに絶対自分を呼んでくれるんですよ、友達は結構連絡来て、そうで、だからやっぱ自分いると結構なんか、楽しくなるのかな思ったりしてて、それってモデルで撮影とかしていく上で、写真にその場の雰囲気が出ると思うんですよ。で、要するにやっぱりそこでバカなもんで、結構楽しく撮影できたらいい写真が撮れると思うんで、それが自分の今強みだなって確信しました。はい。今武器だよね。うん。もうなんかいいね。自分の武器を人に聞くって。俺もこの間インスタでさ、俺のいいとこ教えてくださいって投稿したの。なんてができたんですか？いや、いろいろ来たよ、全然面識のないフォロワーさんとか、いろいろ。でも本当に自分のことって分かんないから。分かってるようで。そうそうそう、はい、自分のことを理解しているっていうのはすごくいい。最近感動したとか。YouTube を一緒にやってたメンバーが一人俳優業を目指している人、あるドラマをかけてオーディションをやってて、ドラマが出演が決まったんだよって電話かかってきた時、めちゃめちゃ感動しました。でもそいつより嬉しかったです、ね、いいですね。自分じゃなくて友達の幸せを ね喜べるって。この企画を通して受け取りたいことを、この企画が終わる時にどうなってたいか。 YouTube をお借りして、自分を何ですかね、さらに追い詰めたりっていう、やっぱ1年間やられるってことなんで、周りに常に発信してるってことなんで、自分も見られてるっていう意識が持てると思って、で、どうなってたいかっていうのは、自分今、今年次大学4年生なんで、大学4年生が終わるまでに、本当、これ高い目標なんですけど、バイトをしないでモデルをやるっていうのを今、目標を掲げてて。高い目標。その先輩とか結構お話聞くんですけど、2年3年バイトを辞められなかったっていう方が多いんで、でもいけると思ってます自分は。はい。あともう一ついいですか。全然。大学入って男子ラクロス部とかラクロス部に入ってて、で、結構先輩とかに期待していただいて、靴とか、ソックスとか、服とかをもらって一緒に頑張ろうって言われたのに、大学1年生でヘルニアになって辞めちゃって、でそういう人たちに、結構裏切っちゃってた部分があるんで、俺は今こうやって頑張ってんだぞっていう発信の場として、見てもらえるかは分からないですけど、その一つの手段として YouTube を。そう頑張ってるっていうのを、今まで裏切っちゃってきた人に向けて発信していきたいなっていうのを